AS-332 シュペル・ピューマ海上保安庁の AS-332 海高 AS-332 はフランスアイロスパシアル社製のヘリコプターである。民間用と軍用の双方の市場を目標にした大型ヘリコプターでヨーロッパを中心に世界各国で運用されている。SA-330 ピューマをもとに SA-332 の名称で開発され、 1978年9月13日に初飛行した。愛称はシュペルピューマ軍用型は AS532 クーガーと呼ばれる。アエロスパシアル社のヘリコプター製造部門は1992年にドイツダイムラーベンツアエロスペース社と合併し、ユールコプター社となり、同社によって引き続き製造されている。ユールコプター社がエアバスヘリコプターズ社に改編されてからは、 H215 に解消された。SA330 からの大きな変更点は、機種に気象レーダーが追加された点である。また、ローターはガラス繊維製になり、軽量化と効率向上が図られている。乗客18名及び操縦士2名という構成が、一般的だが、胴体を延長した派生型もあり、最大では24名となる。 エンジンは当初チュルボメカマキラ 1A を搭載したが、1986年から改良型のマキラ 1A1 に変更され、AS332 リットル2では、より強力なマキラ 1A2 を搭載した。この機体は、かなりの成功を収め、37カ国の軍隊と戦を超える民間航空会社により採用された。初期には、特に北海油田への人員や、 機材の輸送用途に重宝された。AS332 を最も多数採用している民間航空会社は CHC ヘリコプター車であり、AS332L1 と L2 を合わせて48機を運用している。日本の海上保安庁など公的機関にも多数採用されており、多様な任務活動に貢献している機種である。EC225 は、 AS332 の改良型で2000年に初飛行2004年に欧州航空安全庁から形式証明を取得した。エンジンはマキラにエーターボシャフトエンジンにアップグレードされ、振動低減、ファデック化、防抗リ装置、ギアボックスの強化に加えコックピットはグラスコックピット化され、アクティブマトリックス型液晶ディスプレイを装備している。民間用派生型とは別に、 救難や対戦任務などを目的とした軍用派生型も開発された。これら軍用型の形式は1990年以降 AS532 に変更され、クーガーの愛称で呼ばれるようになった。現在も製造されている機種にはグラスコックピット化などのアップグレードが施されている。日本東京消防庁の AS332、この他にも採用例あり、括弧内は 陸上自衛隊の用人輸送機 AS332 リットルのもの、ありがとうございます。